9月5日木曜日、英語ニュースの時間です。Express train collides with truck in 横浜。はい、今日はですね、どのニュースにするかちょっと迷ったんですが、京急線のこのニュースやっていきたいと思います。記事は NHK ワールドからです。はい、京急ですね、これね、とってもショッキングなニュースだったんですが、私も、実はですね、昔かなりヘビーユーザーで、生麦駅に4年半ぐらい住んでました。生麦に。はい。でね、生麦駅は普通しか止まらないので、この、今日ですね、話題になっていた神奈川新町駅。神奈川新町は特急が止まる駅なので、もうよく横浜から神奈川新町まで行って、そこから普通に乗り換えて、生麦で降りるとかね、その逆とか、よくやっていました。はい。ということで、今日はこの記事、また全文読み上げていこうと思うんですが、今日のキーワード先にご紹介しておきます。今日、こんな単語が出てきます。collides, collides。これね、一単語目。そして、この関連語。collided, collided。まあ、これは、過去形ですね。collide の。はい。そして、collision。collision これは collide の名詞形。そして、ここまではね、この3つは関連してるんですけど、それとまた関係ない単語で、このニュースから学べる単語 derailed、derailed、derailed というので、レールから外れるという意味で、脱線という意味なんですが、derailed っていうのも出てきて、あと最後の方にですね、wreckage、wreckage っていうのも出てきます。wreckage、最初がね、W で次 R から始まる単語なんですが、これは大破とかね、もう物が本当にもう、バーンってもう大破する時に使う単語なんですけど、この wreckage とかですね、特に、よかったら画像検索していただきたいんですが、って言ってもショッキングなね、画像しか出てこないんですけど、今日は collide、そして collided、collision、そして derailed、wreckage。この、5つの単語に注目しながら聞いていただけるといいかなと思います。で、今日の記事も、動画の概要欄のところにですね、URL 貼っておきますので、よかったら一緒に見てみてください。では行きます。もう一回見出しからいきますね。Express train collides with truck in 横浜。はい、Express train。これはね、もう特急の電車が collides。これ、今日のキーワードです。もう今日はね、この collide を最悪、覚えれば OK かなと思います。collide。これは、衝突するという意味なんですけど、衝突といえば、クラッシュもありますよね。クラッシュ。ね。カークラッシュで交通事故とか言ったりしますけど、あのクラッシュとどう違うのか。これは CO。これにね、答えがあるんですけど、collide の場合は、何かと何かが衝突する。二つのものが衝突するときに使う単語。これが collide なんですね。なので、今回はこの express train、電車と、そしてトラック、これが衝突してしまったので、collide。はい。まあもちろん、crash っていう言葉も、まあ、使えるんですが、crash の場合は、1台で、どこかに衝突しちゃうとか、1台でなんかこうコースから外れていって、衝突するとか、そういう時に、まあ、衝突するとかね、ちょっと、バラバラになるとかいう時に使うんですけど、collides の方は CO が入っているので、英語というのは英単語、まあ、これ他の単語でもそうなんですけど、CO が入ると一緒に何かやるとか、2つ以上のものが何かするっていう、共にっていう意味が、生まれる接頭辞なので、collides。これは、まあ、ちょっと覚えにくいなって思ったら、2つ以上のものというか、2つのものが衝突するので、今回この記事でね、使われていました。はい。で、今回は collides with truck。トラックと衝突してしまったので、今回この collides なんですね。で、横浜でということです。はい。では、本文いきたいと思います。で、今から私、だーっと読んでいくんですが、使われている単語はそんなに、語彙レベルとしてはですね、難しくないです。昨日のね、記事の方が結構、スイカのね、ポイント還元の記事の方が、かなり、単語としては難しかったです。で、今日これから読んでいく中で出てくる単語で、難しいなと思うのは、まあ、derailed、脱線っていう単語と、wreckage、大破っていう、まあ、この2つぐらいかなっていう感じがしたので、ちょっとね、リスニングしていただければと思います。では本文入ります。A passenger train and a truck collided at a rail crossing in Yokohama near Tokyo on Thursday killing one person and injuring many others. The collision occurred around 11:40 a.m. at a crossing near Kanagawa Shimmachi Station on the Keikyu Line. Police and fire officials say a man believed to be the 67-year-old truck driver has died. はい、67歳のですね、トラックドライバー、トラック運転していた男性の方が、亡くなったということが書かれてるんですけど、ここでね、ちょっと勉強になったのは、believed to be っていう書き方ですね。まあ、67歳だと思われるとか、日本語で言うと、これは、はい、まあ、67歳だと見慣れる、見られるとかね、はい、推定とか、いうのが believed to be っていうね、言い方で、はい、表現されるんだなっていうことがね、わかりました。そして続きです。A female passenger is seriously injured. They say 33 other people, including the train driver, are injured. Injured ね、怪我をするとか負傷するという意味です。The railway operator KQ Corporation says the first three of the train's 8 cars derailed as a result of the impact. はい、脱線したという単語ですね。It says about 500 passengers were on board at the time of the collision, but everyone has now left the train. はい、ね、この時、この列車にはなんと500人もの方が、パッセンジャーがね、乗客が乗っていた、オンボードね、乗っていたと言われる。ています。はい。でも、みんな has now 今では left the train 電車を出た has now はい。こういう時にね、現在完了形使うんですね。KQ says the train would have been traveling at a speed of 120 kilometers per hour はい。時速120キロで、走っていたと思われる would have been はい。Security camera footage フテージというのは映像ですね。Security カメラのこの映像によると reportedly shows the truck entered the crossing from the right and got stuck there そこでね、スタックしてしまった。まあ、身動き取れなくなっちゃったということですね。Police are continuing their investigation. Investigation はい、調査です。Footage taken shortly after the collision shows black smoke rising from the wreckage はい、rising from rise ね、上がっていく from the wreckage はい、最初にね、出てきましたね。大破という意味です。ね、結構映像もショッキングでしたけど、こうトラックのね、とこからこう、まあ、荷台に乗っていたのか、なんかすごくこういろんなものが、はい、ね、散乱して、でそこから black smoke 黒煙が、はい、上がっていた。で NHK's aerial shot aerial という単語が出てきています。これは、空中から撮ったね、はい、映像ということで、まあ、ヘリなのか、何なのか、はい、空から撮ったショットでは、remains of the truck beside a train car that's leaning off the rails。はい、まあ、残っていたね、ものがあった。The services on the KQ line remain suspended between KQ Kawasaki Station and Kamioka Station。はい。こういう時のね、services っていうのは、まあ、サービスというか、電車のサービス、つまり、運行状況っていうことですね。こういうね、結構ね、電車が遅延した時とかにサービスっていう言葉を使うんですけど、サービスが今は行われていませんよっていうのでね、まあ、今は営業していませんというか、運休になっちゃってます。で、remain、残る、suspended。これは、もう、中止になっているというか、見合わされているという意味ですね。停止している。はい。Between KQ Kawasaki Station、KQ Kawasaki 駅と上岡ステーション。だから結構長いです。上岡もね、私もよく行ってましたが、上岡と KQ Kawasaki の間、これ、運休になっているというニュースでした。はい。ということで、本日のニュース、結構ね、コメントしづらいかと思うんですけども、皆さんのご意見とか、今日の記事の中で何か新しく覚えた単語とかがあれば、ぜひ書くとですね、記憶に残るので、コメントもしていただければ嬉しいです。はい。そして、このチャンネルでは、嬉しいニュースがね、多ければいいんですけども、いろんなニュース毎日配信しております。このチャンネルへのチャンネル登録、そして今日の動画へのいいね、いいねしづらいね、ニュースだったんですが、何か勉強になったこととかあれば、高評価ボタン押していただけると嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。See you tomorrow! Bye bye!